シア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。いや、なもうなんか今回結構この1ヶ月で1万人以上登録者が増えたのよ。っていうかなんかついこの間1万人超えて、うわなんか1万人超えた動画やらなきゃねとかって言ってたねんけど、もう気づいたら1万8000とか言ってるような感じで、ありがたいことにもうめっちゃその人がね増えてくれて、初めましてなコメントみたいなのもすっごいいっぱいいただいて、めっちゃありがたいなと思って、すごいもう浮かれてる状態なんやけども、ただちょっとな見てて、まあこれ初めての外国人を見た人に対するコメントとして見てて、なんかこれもしかしたら自分はなもう20年以上日本に住んでるから、これって全然悪気のないコメントやなとか、全然悪気のない発言やなっていうのがすっごいよく分かんねんけど、いきなり外国人にしたら結構もしかしたら失礼かもって思うようなことがなちょっとあったから、それを一回ちょっと取り上げてみたらおもろいんちゃうかな。あ、今の関西弁間違ってますよ。取り上げてみたらやからね、取り上げてみたらっていうのは間違いです。これは関西弁あるあるで、まあ、またちょっとこれは別動画でやります。まず一つ目です。結構コメント欄でもね、これ言ったら意外と失礼なんじゃないみたいな感じでちょっと言い合いになってるようなコメントがあって、確かになって思って、よくよく考えたらそうかなって思うようなのがあったねんけど、誰々に似てるねっていうコメント、まあ具体的に自分は誰に似てるかって言われてたかっていうと、デイビッド・ボーイに似てるねとかっていう風に言われてるようなところ、コメントが結構ちらほらなんともあったんやな。で確かに、で自分からしたらもちろんデイビッド・ボーイに似てるって言ったら、なんかさデイビッド・ボーイってすごいなんか綺麗な印象があって、で長いこと日本に住んでたら全然それで褒め言葉やなって、褒め言葉なんかわからんけど、まあ、褒め言葉やなって自分はちょっと感じたのね。ただこれ普通の外国人から見たらデイビッド・ボーイって、まあ、よくメイクをしてたりとかする感じで、ちょっとこう何やろ、女性的やったりとか、あとなんかこうなよなよしてるみたいなイメージを持たれてる人も多分結構、国によってはそういうイメージを持ってる人も結構おるから、それを言うことによってすごいオカマっぽいですねって言ってるように取られて、それがまた失礼みたいなのもあるんかなって思って、なんやろ、この人の誰々に似てるねっていうことを言うことによって相手が本当に嬉しいかどうかって結構難しくない？例えばさ、日本人でもそうよ。日本の女の子にさ見た時に、すごい、鈴木奈々に似てるって言ったらさ、どう？なんか嬉しいなって、なんか可愛いっていうイメージの人もおれば、なんかめっちゃバカってことみたいに感じる人もおれば、なんとも言えへんような感じにならへん。だからなんやろ、こうその人が誰に似てるっていうのは難しいな。まあ、日本人同士やったらおおよそな価値観がわかるやん。この人ってこういうイメージやからこういう風に言っても失礼にならへんな、この人はこういうキャラクターやから言っても失礼にならへんなっておおよそわかるから、日本人同士やったらええんだけど、外国人とってなるとやっぱその辺の兼ね合いって難しいから、まさかのなんかその反応をされる可能性があるから、まあちょっと気ぃつけやっていう感じで、次に思うのは、結構ねこれもねまた褒め言葉として言ってるねんけど、外国人からしたらそうでもなく取られるようなもの。例えばね、まあ、自分がねよく鼻高いですねって言われるのはすごくよく言われるし、まあ、それもすごい失礼ではなくていい意味で言ってくれてる、この鼻高さが自分としてはもうね、これは結構ねなんかもう自信のうちの一つにもなりつつあるんだけども、ただ海外で言うとすっごい失礼っていうのは、まあ、これはここまでは結構有名な話やと思うよ。でもあとはね、意外とよくみんなが言ってらっしゃる、すごい、頭小さみたいな、顔小さとかってよく言うじゃないですか。顔小さってね、日本人しか言わへんよ。日本人以外で言ってるのあんま聞いたことないな。ロシアで顔小さって褒められてる人一回も見たことない。なんかどっちかっていうと、なんやろ、それを多分言われたら、どういうこと、顔小さって、脳みそが小顔頭が小さいから脳みそが小さいって言いたい感じみたいな、もしくはなんか舞台映えしなさそうとか、そういうどういう意味みたいな、そっちの方が強くなると思う。
まあ、あと自分もよく言われるのは名手かとかもね、まあ、結構意外とそれをコンプレックスに感じている外国人もいたりとかするし、名手かいってなんかね、よくそのなんやろ、チラ顔みたいな感じでロシアで悪口みたいな感じで言われることもあるし、まあ、あとはなんやろ、自分の場合もすっごい言われるのはまつげなかって言われるんですよね。ただこれも結局ロシアって結構そのゲイとかそういうのに厳しいところがあって、あのまつげっていうのはやっぱ女性の象徴みたいな、まつげなかっていうのはなんかその女性的だねっていう言い回しになって、やっぱ男は男らしくあるべきみたいな結構まあ考え方の国の人とかって結構おるから、まあ、それはそれでへーどういうこと、このかまやろうって言われてるってことってなる感じかもしれない。まあ自分はかまって言われても全然かまってあとはそうやなあ、これ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 コメントねあったんやけど、なんで気化せえへんの、特にあれちゃん、まあちょっとなんで特にあれちゃんやねんっていう感じやねんけど、そこはまあ置いとくよ、なんで特にあれちゃんやねんって感じやけど、あえてあれちゃんがおらん日に答えようかなって思うねんけど、なんで気化せえへんのって、日本に住んでるね外国人って意外と結構言われるんです。生きててもう例えばね、自分もよく言われるのが、その普通に日本がそんなに好きだったら帰化して日本人の国籍取ればいいのにとか、なんで日本の国籍取らないんですかとか言われたりとか、まあ、それはすごいね悪気なくなんかもう歓迎のね意味の言葉で言ってくれてるっていうのは分かんねえけど、まあ、あとはなんかそのよくあるのがになんか日本のこういうとこ改善した方がいいと思うみたいなことを言った時に、まあ、ちょっとポロッとね、そのいやまあそんなん帰化してから言ういいよみたいなことを言う方も中にはたまにいらっしゃるのよ。でまあ、そのなんで帰化せえへんの、帰化したらいいじゃんっていうのって結構ね、なんか日本に長いこと住んでる外国人にとってはプレッシャーじゃないんやけども、実はちょっと気にしてるポイントやったりするんですよ。結構葛藤している、みんなが思ってる以上に葛藤している部分なんです。っていうのももちろん日本にずっと住んでいきたいし、日本でなんならもう死んだ時も日本に骨を埋めてほしいし、あのっていうのがすごくあるの。もう日本にずっと身を捧げたいっていうのもあるんだけども、まあ、帰化をするってね、そもそも帰化っていうのが何なのかっていうと、日本の国籍を取る、ロシアの自分の場合ロシアの国籍を持ってて日本に永住権って言ってビザがその無期限のビザみたいな感じになってて、いくつくらいでも無期限に日本に行っていいよっていう状態で今住んでるんだけども、帰化っていうのはロシアの国籍を捨ててそのまま日本の国籍を取ることなんですよ、ね、でその日本の国籍を取ることによってどんなメリットがあるかっていうと、例えばね、選挙に行けるって、これってすごい重要なことで、選挙に行って自分の今後住む日本のあり方をちゃんと考えていく、まあ、これは日本人としての義務にもなると思うんですけども、まあ、それに参加ができる、まあ、いわば具体的に自分の意見を、まあ、国に言うことができるっていうのが一つ、もちろんこれはすごい重要なところ、あともう一つすごいメリットは日本のパスポートを持てるっていうね。日本のパスポートって世界で一番いろんな国に行けるんですよ。もうありとあらゆる国に、よく自分外国に旅行に行くって言って日本の友達と行くんですけど、自分だけビザ取らんとあかんみたいなことめっちゃ多くて、台湾もそうやったし、なんか結構いろんなとこに行ったりするときにいつもは日本の人いいな、パスポートもう何のビザいらんやんっていう風になるから、まあ、そういうメリットもありますよと、まあ、ただね、どういうデメリットがあるかっていうことを考えたときに、自分もそれでね全然取得をしたいなってそこ思ったんだけども、いろいろ考えたときにやっぱり取得帰化をするのをやめました。で理由としてはまずね、日本人がロシアに行くときってすごい面倒なんです。意外とビザを取るのが、まあ、仮にも平和条約結んでない国なんですよね実は。だからまあ、仮想敵国じゃないけども、まあ、一応その来る時にはロシアと日本人がロシアに行く時ってすっごいビザもどこに泊まってどうするかとかそういうのをすごい調べられるのよ。でそれをね、自分ロシアにも一応家族はいるので、おじいちゃんおばあちゃんがいたり親戚がいたりとかっていうのがあるので、ロシアに帰る時に毎回そのビザを取得しないといけなくなるのよね。今って日本に来るのにもビザいらないし、ロシアに行くのにもビザいらないんですよね自分って。
でそれが結構大きいっていうのがある。あとは意外と帰化するのすっごい大変、とんでもない書類の量、もう30、40ぐらい書類集めるのかな、集めて、で面接に行って、で取得するのにも 何ヶ月もかかって、でしかもお金もね、自分でその書面全部集めるの難しいから、10万円から大体ね25万円ぐらいが相場って言われてるんやけども、結構大変なあの面もありますと。だから何やろ、やるやらへんっていうのが結構ね、瀬戸際だから、デメリットは逆に言ったら戻れへんっていうところやけども、ただ国籍を捨てるっていうのはすごい意外と大きなところ。ただだからといって日本に愛がないってわけではないっていうことだけを分かってほしいですね。あかん、また語りすぎてもた、もうだから今日はもうこの3つに1回とどめておきたいと思いますわ。っていうかね、なんか急に真面目なことやってんなって思ってるやろ、何人か。絶対この先で今まであんな下ネタうんたらお前って言いまくってたのに、急に下ネタ言わんと真面目にやってんなって思ってるやろ。怒られてん、ちょっと。だからもう真面目なネタをなやったろって思って、いや、やってます。もうちょっとやりすぎやねって怒られましたはい、まあ、ただね、今回言ったことっていうのはあくまでも自分はね、みんながコメントをしてる中でそういう悪気がないよっていうのはすごくよく分かってるし、あの全然そういうコメントしてもらいたいと思うし、あとね、結構ね、本音ベースね、いろいろ言ってほしい。なんかその別にそれを言ったからって嫌いになることもないし、もう何やろ、容姿を罵倒するとかね、ブスとかデブとかハゲとかチビとかね、なんかそのそばとか、まあなんかいろいろ知らんこあれもあるけどもごめん、そばは関係なかったね。で、あの本当の罵倒はやめてほしいけども、ただ何やろ、その考えるきっかけになるようなそのコメントっていうのは全然遠慮なく私たちのチャンネルではぜひしてください。下ネタも大歓迎です。まあほな、そういう感じでね、今日も終わりとしようかな。シーシー、あ、ちなみにシーシーってね、ロシア語でおっぱいって意味やから。